いやでも5年先よ、マジで。5年先、これはどうなるだろうね。みんな俺、みんなの将来がすごい楽しみなわけで。5年経ったらさ、うん、俺なんか自分の将来あんま楽しみじゃないけど、もうもはや。見たくない。い5年後ってでも、あんま考えないですけどね、やっぱり。いや、でもみんなの5年後は楽しみだ。どうなっちゅうわ。林くんとかマジで5年間これやるとどうなるわ、ね。確かに28か8ぐらいですね。28で、はい、28歳なんてもういろんな経験値もね蓄えて、いやそうですね、28でなんか28歳、まあ、28歳いかんぐらいとかでもなんか大きいのできたらめちゃめちゃいいですけど、できるよ。まあでも僕はまあもう希望というか希望を持ってるけどある意味持ってないみたいな感じで、なんかもう本当それこそ 今のことがすごい楽しんで、あんま未来考えても楽しんで、今とりあえず楽しんでるっていうのだけしか考えてないって感じですね、僕は。で、いいよ、俺はもうワクワクする。はい、はい、で、前見したやつ、まあ、誠くん多分ちょっと見てなかったんで、あの、軽く前の資料から。で、前は、まあ、前で、あの、割とちゃんと作り込んで発表したんですけど、まあ、これじゃちょっと僕的にも長い、あの、長くはないけど、その4ページぐらいあるんですけど、4ページあって、そのうちの、まあ、1ページぐらいにはもうまとめれるかなって感じだったんですよ。あの、正味もそのひたすらいろんな言葉並べただけなんで。で、まあ、軽く説明すると、まあ、空白テクノロジー、ファッションっていうのを、まあ、それぞれ、とりあえず単体で考えていこうっていうので、考えていって、で、さらに一般的なその解釈と、まあ、最初に、自分の、あの考えみたいなところを、まあ、ある程度その決めていった上で、一般的なものと、で、さっからさらに橋渡しして、またさらに自分の、なんかコンセプトにまとめるっていうことを、まあ、ひたすらずっとやってたっていうのが、まあ、先週までバーってやってて、で、まあ、一応文字としてはここにあるんですけど、まあ、要は最初のテクノロジーは、僕はもう最初はもうこういうふうに人間の理想と傲慢性であって、まあ、さらにはそれっていうのはもう利便化っていうことを、まあずっと言ってるっていう感じで、まあ、そこからまあ過去にじゃあどういう歴史で、まあ、テクノロジーの発想みたいなのが生まれて、でそこからじゃあどん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 テクノロジーって言葉ができて、それをどん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 駆使するようになっていって、まあなんかどん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 成長していったみたいなところを、まあこのページでは書いてて、でさらにまあなんかテクノロジーの、まあ、これは一般的なテクノロジーの考えということで、まあこういうふうにあの箇条書きで大体書いて、まあその中でまあある意味な一番いいなというか、まあ共感したのがこの人間性を失うっていうポイントで、でこの人間性を失うっていうことが、まあ僕からしたらすごいテクノロジーとその空白のなんかあのイコールみたいなところにつながってくるのかなと思って、でちょっとそのなんか本みたいなのを読んでるときに、まあ一文でこの我々あらゆる場所でテクノロジーにつながり自由を奪われているっていう文が、まあやっぱりこう、まあ今僕が思うテクノロジーに対してはそこが一番あのビビッときたっていう感じのところで、でその次に空白の考えみたいなのがまたこうやって、あって、でこれも一般的な考えなんやけど、あの、一部分が欠けていることっていうことに関して、まあ、空白っていうのも当てはまるっていうのを、まあ、あのこれが書いてあって、その下に何かがあったっていうのは僕の、 あのなんていうか気持ちというか考えなんですけど、まあ、何かがあったってイコール、まあそのまあ、ここには書いてないけど、まあ、ある意味そこは、まあ、その他者が入ってこれるし入ってこれない、まあ、ある意味その情報操作空間っていうその言葉をなんか勝手につけたんですけど、なんかそういういじれるあの主観でいじれるポイントが一部分があえて欠けてるところはなんかあるのかなと思って、でそういうところを僕はなんかある意味空白になんか該当するところなんかなと思って、まあ例えて言ったらなんかその本とかで文字とかであるようになんかこう僕は点点点とかでいうようなああいう考えが、まあ要は物にも落とし込まれた時にはまあ、一部分が欠けていることっていうのを当てはめることはできるんじゃないかなと思って空白と考えて、でその中でまああのまあちょうどこの白っていうまあ本の中にまあちょうどこういう僕らは世界に対しては永久に無知である、でそしてそれでいいのだっていうまあこれのまあ文がすごい良くて、でそれは結局的にそのまあ感受性と創造性を呼ぶのだからっていうまあそれの流れにまあ身を任せようみたいな感じでのことを書いてあって、でまあ、それが要はそのテクノロジーの先にある空白なのかなと思って、
で僕はその、まあ、進み続けた先に待ってるこの空白の考えがあって、でテクノロジーを望んで、まあ、その答えとして空白が待っているのなら、その、テクノロジーにを求め続けた未来に溺れていってもいいのかもしれないっていう、まあ、一つの文を立てて、で、タイトルとコンセプトの部分が、これはこの間のやつなんですけど、まあ、あって、でダイバー溺れる先に、で最初はこの人間の持つ傲慢性、テクノロジーに求める可能性、ファッションという最先端のどれ、未来を考え溺れ続けた先に空白が見えるって書いたんですけど、まあ、あの先週翔さんと普通にミーティングしてて、まあまあ、パッとここに関しては僕もちょっと引き気味に見れなかったんであれなんですけど、ファッションという最先端奴隷ってよく考えて意味わからなっていうふうになるんですよ。なんかこの今までの流れでファッションという最先端奴隷はちょっと言葉としては意味わからなくなってあって、確かにまあ引いてみてちょっとそこ普通にいらんなってやっぱり思ったんで、まあ修正したのが次に見せるやつですね。で修正のやつはもう1ページに かなりまとめてるんで、まあ、あのさっきの同じような内容大体あのこういうふうにまあ普通に書いてあって、で普通にこれが1ページにまとめたっていう感じですね。で、でまあ、ここを、まあ、ある意味その消したんですよ。あの普通に一文消したときに、やっぱそこに空欄できるじゃないですか。で、なんか僕はその空欄使いがすごいいいなと思ったんですよ。なんか、ある意味、ずっと喋り続けてるのって、ある意味、その僕が言ってるなんかその情報操作空間っていうふうに名付けた限りには、僕が意図する情報操作空間、やっぱりなんか意図して作ってみてもいいかなと思って。で本来ならここにはなんかその、さっき言ったようななんかファッションになんかファッションという最先端のなんか奴隷みたいな感じの言葉がなんかある意味入ってるっていうのを想定した上で消してるっていうのがすごいありかなと思って、意外とやってみて、でなんかでそれである意味消してみて見える文字と消さずに見える文字みたいなのが、まあ、僕からの視点で見ればあのもう2つの文が存在してるんで、でも他者が見たらそこにはもうこの一文しかないように見えるけど、まあ、ここの空欄には何かがあったようにやっぱ思えるっていうのはなんかすごい、それをこうある意味文で表現してさらに物でも表現できそうやなっていうところで、まあ、一文開けてみてもいいかな、一行開けてみてもいいかなっていう感じで、まあでも普通にあのコンセプトとしてはあの人間の持つ傲慢性、テクノロジーに求める可能性、未来を考え溺れ続けた先に空白が見えるっていう、まあ、コンセプトに、まあ、結局なったっていう感じですね。あれ俺ね、それ、はい、これすごいいいアプローチだと思うが、そこをなんかパンって消してみたときに空白生まれて、はい、その本来言いたかった目的がここで達成されたじゃん。達成されたか、なんかこう、あの、具現化されたじゃん。うん、あれ、うん、で、うん、そう、これね、まとめてくれたら超いいなと思って、だから、そういう空白のさ、あの、欄の話とかしようとき、そのタイプのそこのところも、うん、これって作品じゃん。わかる。だからもうちょっとタイプグラフィーとかそのなんか配置みたいなのをこだわってデザイン始めた方がいいんじゃないかなと思って見よったら、うん、いい内容がさ、そういうことをもじって遊びわけじゃん。だから、うん、林くんのそのドレス自体も作品長いけど、うん、ここで言うことってここで見せるものって絶対重要な作品の一つなわけ、うん、だからそう考えるともうちょっとこれデザインしてあげた方がいいんじゃないかなって思った、うん。例えばやけどさ、ダイバー溺れる先に全部同じタイプグラフィー使っちゃうじゃん。同じタイプ、同じタイプをサイズがちょっと変わっちゃうけど、みたいな感じやけどさ、この空白使いがすごい重要であるってね、さっき林くん言ったけど、まさにそれで、うん、ここの他の空白使いも重要なわけじゃん。うん、わかる？今ここの行を消したってことは、ここでデザインした、デザインを表現したわけじゃん、その言いたいこと。で、この、ここのマップもすごいデザインというか、もう表現方法の一つに入っちゃうき、うんうん、もうちょっとなんていうかこう「ダイバー溺れる先に」っていうタイトルがもうちょっと伝わるようななんかこうタイプグラフィーとか打ち方ってあると思うし、サイズ感とか、ね、確かにダイバーだけ縦文字にしてもいいかもしれないですね、うん、なんかお、うん、なんかとかその「点々点」って続けることによって意味があるみたいな話もずっと言ってくれるよ、うん、っていうことはこれもビジュアルとしてすごい重要なデザインなわけじゃん、うん、そうだからそこをもうちょっとなんかこうこうなんていうかな、洗練していくとすごいいいんじゃない、うんうんうん、ここに関してね。で、そのマップもあるの、はい、その1ページにまとめてくれたのは、すごいこれでいいと思うけど、これさ、丁寧すぎんっていうかさ、台本すぎる気がするが、うん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 、で、別にすごい親切で見る人が理解しできるじゃん、はい。理解できる内容やき、あえてその操作とかさ、情報を与えるっていうのをめっちゃやってくれるわけじゃん。っていうのをあえてやっているっていう意識を持って、そういう風に作り込んだ方がいいと思うよ。なんかわかる、うんうんうん、だって、
もっとアブストラクトでもいいわけやん。もっとアブストラクトで含みを持たす、含みイコールそれ空白やとしたら、あの今その2ページ目で空白を持たしたことによって俺らが考える力みたいなのを、そのわかる、あのなんか空白を与えることによって俺らが妄想するわけじゃん。でそういう話がここに募っちゅうわけ。これはあえてめちゃくちゃ親切に今回のコンセプトの情報を俺らにくれるわけじゃん。だから情報の操作しようわけやん。っていうのを意識して説明書みたいな感じでデザインされちゃって、ここが、っていう風にこれも作品の一部としてのなんか意識を持ってやるともっとレベルアップするんじゃないかなって俺は思ったわけ。なるほど、確かになんか、そうだって情報操作ってさ、まさに説明書とかってそうやけど、説明書なかったらさ、みんなのクリエイティビティでもなんか組み立てたりするわけじゃん。こう妄想しながらこれこっちかなみたいな。でもその説明書上げることによって自然とそれなんか時短っていうかさ、なんかわかる、教育されるわけじゃん。こうしなさいってコントロールされるわけよ。わかる、考えることをやめてしまうわけじゃん。だからそういう遊びがここにはあるき、なんか本来空白って妄想しながらこの作品っていいでしょってなんか妄想させるところを今回コントロールしてますみたいな、これはこういうものですってコントロールして、あなたはもうそういうふうにしか見えなったっていうことを遊ぶこともすごいできるかなと思ったわけよ。確かにこれを聞けって聞いてます、そうだから、そういう面でここのビジュアル説明書とか、このこっちは逆にさ、すごい空白感を使ってさ、なんか含みを持たせちゅうじゃん、わーって。だからこれだけ渡されるとすごいいろんなこと考えるじゃん、これってこうかなどうかなみたいな。でももう1ページをもらった瞬間にもうそれにしか見えなくなるみたいなさ、それって操作されたじゃん、その瞬間に説明書バーンって渡した瞬間にもうそれですみたいな、みたいなことなんですよ、テクノロジーというか、まあ、そういうなんかテクノロジーってもことはみたいな、なんかそういうプレゼンができそうだなっていう。確かにね、それはできそうですね。だから、もうちょっとこれがデザインされて、次ですね。まあ、そうですね、ちょっとそれは、まあ、今週やってって感じで、まあ、ちょっとだいぶ、面白いもん、まあ、できそうだなって感じですね。なんか、で、まあ、一応、まあ、誠くんいるんで、まあ、なぜダイバーなのかみたいなのは、まあ、一応、なんか先週は触れたんですけど、まあ、それはここに書いてあるように、まあ、ダイバーってまあ溺れてる人じゃなくて、そもそももう自ら潜って深いところになんかこう目指してる人っていうのを、まあダイバーっていう感じやから、だから溺れてるっていう感覚よりかはやっぱりもう自ら潜ってるっていう、それをまあ深く説明すると、まあ自ら深い海へまあ潜水していて、でさらにそれはまあそのテクノロジーとか、まあ、SNS のまあ圧に、まあ、自らこう潜ってるっていうか近づきに行ってるっていう意味っていう。のを、まあ、皮肉めいてさせてるっていう意味なんですけど、まあ、それで表現しようかなっていうのがダイバーの意味ですね。で、まあ、そこはあるとして、で一応なんかその若干のビジュアルじゃなんか欲しいなってやっぱ多分思うんで、なんかなんとなく、まあ、自分が作ったやつで、まあ、今こうシルエットに対してね、やっぱりこうある程度やっぱりデザイン出してシルエットでって見た時に、シルエットとかこう頭のヘッドピースとかって結局じゃあね、いらないとかってやっぱりなってくると思うんですけど、まあそこでヒントを得たのが、まあある意味じゃあそこで比喩表現として深海みたいなところとかダイバーとかで深く潜っていくなら、なんかじゃあリアルでなんか一番深いところに住んでる魚って何なんやろって思った時に、で一番これ深いところに住んでる魚なんですよ。地球上で一番深いところに、まあ、魚生息してる、甲殻類はもっと下までいます。1万1000メートルが一番下なんですけど、そこまでいますけど、魚っていうジャンルで見れば、この魚がマリアナスネイルフィッシュっていうのが一番深いところに住んでる、まあ、魚で、でなおかつ、あ、ちょっと待って、反響するね。OK。OK。で、まあ、普通に白いっていうのもまずびっくりしたっていうのも変やけど、まあ、普通にこのデザインやっぱりいいなと思って、なんかそれをちょうど真似て、全然英語は読めなかったんですけど、なんかこう真似て作ってる人がいてて、で要はそのこの魚はなんでこういうふうに深海に一番深いところになんかこういるのかみたいなところになった時に、なんか、まあ、要はなんかその誰よりもなんかその塩分みたいなところが強いらしくて、誰よりもってどの生物よりも、なんか塩分っていうか塩とかってこう水をすごい吸収すると思うんですけど、なんかそのなんかやつが強くて、その自分のなんていうか身の回りにすごいなんか自分だけの水みたいなのをなんかすごい含ませることができる、なんか
なんか略語みたいなのあったんですけど、なんかそれがめちゃくちゃ多分高いっていうおかげで、なんかすごいこの深海に超適したなんか体になったみたいな感じで、なんかそういう風に書いてあって、ああ面白いと思って、で普通になんかシルエットとかもなんかその深く潜った先に何があるのかって考えた時に、なんかこういう例えばデザインっていうか、まあこの魚のシルエットならその環境に適することができるんやと思った時に、まあこれちょっと今縦で表現しちゃったんですけど、まあある意味あのなんていうか逆の部分であって、なんかヘッドピースはなんかこれに結構なんか当てはめて作ってみようと思って、で結構デザインこっち系に寄せて、まあちょっと変化させたって感じですね。このなんかあの前言ってたんですけど、ヒレとかをまあちょっとヒントにして作ったっていう感じです。作ったっていうかデザインしたって感じですね、うん、はい、でその後にじゃあちょっと素材とか何を使うんや多分なると思うんですけど、まあ素材はまあ一番メインはプラスチックボード、これは白のあのなやつがあるんですけど、まあそれを使ってで、まあそれをこうプラモデルかのように組み立てるっていう感じでいこうかなっていう。でサブで、レザーとか、配線コードとか、あとフィンの、あの両足分、あとポリタンク、これはリュックですよやつですね。でフェイクレザー、これは多分普通のレザーとあの組み合わせて使うという感じと、あとモバイルバッテリーと、あとまあちょっと使うか分かんないですけど、ウェットスーツの生地、これちょっとだいぶ調べたら高かったんで多分無理かなっていう感じですね。まあメーター約1万円ぐらいするんで、まあ、それは結構きついかなっていう感じですね。でまあそれをちょっと代用する何かをまだ今探している途中であって、もしかしたらなしにするかもしれないです。もう全部デジタルというか、なんかちょっと非人工的っていうか非服感みたいなのをもう出していこうかなっていうのにしようかなと思って、今はこんな感じでっていうので、最後はなんか今若干もう実験中というか、もうほぼ試作段階まで入ってて、まあ、あとはあのヘッドピースももう原型はほぼできて、あとはあのこのヒレの部分をつけるだけで、これデザインは変えます、パターンはこれ前のやつなんですけど、もうちょっとなんかこれに近いような感じの、うん、はい、にしていこうかなっていう感じです。で全体のシルエットとかなんかいろいろ疑問あると思うんですけど、なんか一応今回、まあ、全体ミーティングの時にも出そうかなと思ってるんですけど、一応僕なりの Q&A 作ってきたんですよ。あのだいたい、まあ、Q だけ読むと、まあ、タイトルのダイバーの意味を詳しく説明してくださいとか多分出てくると思うんで、まあ、別種資料を確認してください、これは多分用意してるっていうのと、まあ、あとファッションという言葉と連動しにくいのですが、ファッションと今回のコンセプトの連動について教えてください、これもちょっといろいろ書いてます。でこれをまたあの来週話します。でヘッドピース自体いりますかとか絶対出てくるんですよ。 でこれもあの入ってあのちゃんと説明します。で重さ制限大丈夫そうですかも多分出てくると思うんですよ。でこれもちゃんと計算してやってます。でシルエットにはどういう意味があるんですかってこれ絶対出てくると思うんですよ。でなんかこの、まあ、シルエットに関してもちゃんとあります。でここにもうちょっと文を、ある意味自分の口で喋れるように、まあ、ちゃんと補足していこうかなって感じです。でまあある意味なんかそのシルエットに関して今回言うならば、これあのあえてちょっとまあ普通にお客さん来てもらったお客さんにはそこまでは話さないですけど、あの反対にひっくり返すとこれ甲殻類になるんですよ。エビみたいになるくてあのなるんですよ一応そのひっくり返すと。でそういう風にちょっとデザインしてて、で要は甲殻類に最後になるともっと深いところまであの行けるよっていう、まあ、それはある意味そのテクノロジーのにこうどんどんこう潜っていった先に絶対こう今の魚みたいに立ち止まる場所が絶対出てくると思うけど、そこで甲殻類にチェンジすることでもっとさらに下に行けるっていう意味で、反対にするとこれ多分エビに見えるんですけど、ちょっと反対の画像をちょっと持ってくださったんであれなんですけど、でそういうちょっと意味をかけてやろうかなっていう感じです。で今のところ、うん、なんかです、ね、はい、いやシンプルにやけどさ、はい、その Q&A を出してくれたじゃん俺ね、はい、でもこれすごいあのなんていうかな、要するにこの Q&A、はい、俺の一番このハイライトポイントここね、まあ、デザインのやつは回っていくんですよ、はい、これ Q&A、はい、A を自分で妄想してちゃんと質問考えて答えをするって、これすごい重要なプロセスで、はい、これがやっぱ一番今回の一番のポイントよね。なんか、はい、あの多分人ってこう言ってくるかなってことに対して自分の中での答えを見出していくってすごい大切な作業で、これデザインにおいてね、なんでですか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 って自分でも解いてみて自分が回答できるようにしとかんと、そのデザインを守りきることができるんじゃん、いいデザインとしてね。だから
すごいいい。これをなんか分かりやすく書いてみたっていうのがさらにいいよね。QA、QA って。なんか俺この、このフォーマット超好きやけど。なんか、はい、なんかすごい、なんやろ、なんかここに来て急になんかすごい分かりやすくなってきたというかさ、そもそもなんか多分林くんの根っこの方の真面目さみたいなのがさ、どんどん具現化されてきるぐらいと思うけどさ、はいそうはい、これって超、超いいよ。あの、なんていうかな、俺は一番なんかこれが、うん、キャッチーで、はい、あの、なんていうかな、ユーモアもある。真面目だがやけど、もはやもうユーモアがあってすごい、なんかわかる、はいはい、なんかこう、真面目な要素の一つなんだけども、なんかこういう QA、QA っていうこのフォーマットとかが、なんかすごい、はい、あの、ユーモアのセンスを感じる。うん、なんかそれで言うと、うん、それで言うとっていうか、その、あの僕のなんか考えで、あの前のファッションウィークって、ある意味、物を見て、ある意味ちょっと別のことを連想してしまう人がいるんですよ。例えばもののけ姫ってある程度僕は意識してたけど、別にもののけ姫を表現したかったわけじゃないんですよね、あれは正直、うんうんうん、だから僕の見た景色っていうところが伝えたかった一番のポイントだけど、やっぱりそこを勘違いしてもののけ姫だよねみたいな感じで言われるっていうのがすごいあったんで、でそこってある意味今回のタイトルとかそのコンセプトの通りでいくなら、まあ情報操作できてなかったわけじゃないですか、完全に独断っていうか、その、まあ、相手に他者に任せてた、もう他力本願みたいな感じだったん で、今回ある意味、やっぱり情報操作空間って言ってる以上、やっぱ僕で情報操作していく必要があると思うんですよ。ってことは、なんか、ある程度、その、なんていうかな、その、例えば、まあ、あの、質問で絶対来るような内容っていうのを、まあ、あえてここで書いておくことによって、まあ、まあ、そこでこう、何も崩せなくさせてあげようみたいな感じで、まあ、ちょっとこう、自分なりに、まあ、これはこういうことだよっていうのを、まあ、そのままその通りに受け取ってほしいかなっていうのを、まあ、ちょっとか感じですかね。若干そこで言う、ねうん、補足すると。いや、うん、いや、だからそれはすごいいいと思う。なんかテーマにあって、いろいろ、テーマに沿っていろいろ考えた先に出てきた感じがすごいしていい。はい、なんかわかる？これをなんかこう、やっといたらいいんでしょって言って出した感じじゃなくて、その、情報とテクノロジーっていう、情報ってまあそもそもテクノロジーじゃん、その情報を得るっていうこと自体もね、うん、っていうところで、その情報ってなんだろうとか、このそれに対する情報操作されているって感覚ってどうなんだろうみたいな探求心の先に見えたフォーマットって感じするが、うん、なんかわかる、うん、あの時あの情報があればこういうことにはならなかったなってコントロールしてみようみたいな話のつながりもなっちゃう、すごいいいと思うよ。なんか今回のテーマと向き合った時に出てきたものって感じがするわけよ。で、例えばやけどさ、はい、この Q&A の感じっていいよねって言って、他の人がじゃあ Q&A してきたら全部が全部いいかって言ったら違うじゃん。やるべき、うん、そう、あの、作業としては俺すごいいいと思うけど、林くんのこのテーマでこの感じで突き進んだ時、このフォーマット QA、QA っていうのがいいわけよ。俺がこの根本として、まあ大前提としては自分の作品に対して疑問を持って答えていくっていうのはすごい大切なカリキュラムというか、なんかわかるメソドロジーの一つです、はい、でもこのフォーマットが誰にでも当てはまるかって言ったらノーなわけよ、うん、みんなにはこの作業をやってほしいけど、このフォーマットが今回すごいシャイニングした理由としては、そのたなんかこうコンセプトに対する探求心からの産物って感じ、うん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 、でコンセプトメイキングとか作品って何が大切って、何かの情報に向かって、 何かのコンセプトを探っていこうって探求していくときに見出していかないかわけよね、ビジュアルとして、うん、あこれやったらいいかもって、だからその話が一つながりになって、あその先に見えたものがこうだったんだっていうのがつながった時に本当にいいものってなんかこうわかる、なんかこう噛み締めることのできるなんか良さが出てくるわけよ、うん、だからそういうコンセプトのこととか無視したりとか理解がない人が例えばこれ見た時に、え何がいいんですかって多分なるとも思うが、何ですかこれ、だからまあ見たことある世間一般的な Q&A ですよね、独り言のみたいな、でもそのそこになんでここに今意味を俺が見出しているのかっていうと、そこの旅のコンセプト に従ったあの、うんうん、先から出てきたことだよね、うんうん、だから順序とかってすごい、まあ、大切なわけよね、基本的には。だから、うんうん、こう思想が発達していくのってさ、毎週毎週あって喋ったら分かるじゃん、うんうんうん、だからあこの時にこういうことを言いよって、こういう探求をしたらこうなりましたみたいなのができてきだして、で大体なんかそれがなんか先読みできるようになると、あこれ今出すべきじゃないな、後で出しとこうみたいな、そういう戦略もやっぱ必要になってくるんですよ、うん、プレゼンとかって、はい、であのだからそういうところではあのすごいいいと思う。でこのアンサーに関しては、まあ、あのちょっと次回答えていった時にあの、はい、突っ込むけど、
ね、アンサーに関してちょっと甘そうなアンサーはあるわけ。うん、確かに。多分もうちょっと言い方した方が強く聞こえることはあるんじゃないかなって思うけど、そんなになんかゴリゴリ来週の段階でなんか突っ込んでくる人もおらんとは思うき、うんうん、